はい、ですね、面白いというか不思議なニュースっていうか、不思議じゃないな、あの一度前にあの象で子供を、あの人間が綱引きっていう力比べっていうことを言いましたけど、そういった動物とかの問題を考えておりましたら面白い記事に当たりましたね。皆さんも、まあ、毎日というぐらいお世話になっている卵ありますよね。鶏卵、卵ですね。この卵に関しての問題です。動くな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 、ストップ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 、はい、ああ困ったな、困りましたね、困りましたね。よし、はい、卵の問題ね。これ喋り出すと来るんだよ、なんかもらえると思ってんだよね。卵はね、卵の問題じゃなくて鶏、その産む鶏たちの問題ですよ。日本の卵、要するに鶏はケージ狭いところで、私も見たことありますけど、子供の時にもう動けない、羽も伸ばせないところに入れて、卵がポロンと生まれたらコロコロコロって回って、あの取れるようになって、うんこがその網のとこから行って、うんこを鶏糞が取れるようになってる。もうこれ自体が動物虐待じゃないかっていうふうに欧米の方では言われていて、ある国なんかもう平飼いじゃないと鶏の卵を採取してはいけないっていうふうになっていると。さすがに日本はそれはダメなんですよ。ダメないというか、土地の問題でそんなことできない。でもしそれを、普通のなんか原っぱみたいな、仮にこの芝生みたいなところを産むようにして取るって言ったら、ものすごくコストがかかると、卵と、まあね、卵とあの日本でいう違法薬物あるじゃないですか。あれの値段だけは物価は変わってないと言われるぐらいあの安定した物価なんですよね。よくあのたまに芸能界の人たちが捕まったりする違法薬物あるじゃないですか。日本が開発した、ね、あのヒロポン、ね、あれの今のもうあんまり名前言いたくないんであれなんですけど、それと卵の値段が安定してるって言われているんですよね。いや、それぐらい要するにその話が変わっていけないんですけど、値段が安定供給されるっていうのは、ひとえにそのコストが安く、だからもうそんな平飼いでっていうことしたらそうはならなくなる。でもそれでも卵が1個100円になっても、皆さんそれはっていうことですよね。これどう思います？鶏かわいそう、象もかわいそうな、鶏ももっとかわいそうでしょっていうことになるんですよ。これどこまでの線引きか、私も結論が出ていません、正直言うと。これに関しては皆さん一度ね、どうなのかなと思います。これは本当に私もあの結論なしで喋っております。コメントの中で、鳥はいいんじゃないかっていう話があるのかもしれないし、いや、そもそももうそういうのもダメだということなのか、まあ、ちょっと一度考える機会というかね、あの皆さんどう思うのかなということでお話ししました。はい、以上です。